1794年のワルシャワ放棄の際、公主の上、家計に処せられる、タルゴビツ連盟の指導者たちの肖像が、ヤンピョトル・ノルブリンガ、タルゴビツ連盟は、ロシア女帝エカチェリーナ2世の指示を受けた、ポーランド・リトアニア共和国のマグナートたちが、1792年4月27日に、サンクト・ペテルブルクにおいて結成した連盟。 連盟は1791年に4年議会の制定した5月3日憲法に反対しており、特に貴族の所得権を制限する事項に反発していた。連盟の決起文書は、ロシア帝国の将軍バシーリー・ポポフ、及び陸軍元帥、グリゴリー・ポチョムキン公爵によって起草された。連盟の声明は1792年5月14日。 ウクライナ地方のタルゴビツァで出された。その4日後、ロシア軍は正式な戦線布告をしないまま、ポーランドリトアニア共和国内に侵攻した。ロシア軍と共闘するタルゴビツァ連盟軍は、ロシアポーランド戦争において、政務と国王スタニスワフ・アウグスト・ボニャトフスキを支持する共和国軍を打ち破った。結果として、国王は連盟に加入することを余儀なくされた。 この勝利は第二次ポーランド分割を引き起こし、そして共和国を最終的に消滅させる1795年の第三次ポーランド分割を準備させることになった。連盟の目標の大部分が達成され、すべてが旧体制に回帰した上、5月3日憲法も廃止された。この同盟に参加した人々につけられたタルゴビチャ人というあだ名は、 その後のポーランドの政治において、愚かな売国奴を意味するネガティブな別称として使われるようになり、現在でも使用されている。ありがとうございます。